ウバルド・ヒメネス・ガルシアは、ドミニカ共和国マリアトリニダー・サンチェス州、ナグア出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。愛称は、ビッグユー。コロラド・ロッキーズ時代2001年4月25日に、コロラド・ロッキーズとドラフト外で契約。2006年9月21日に、メジャー昇格し、9月26日の、ロサンゼルス・ドジャース戦で、メジャーデビュー。 シーズン最終戦の10月1日のシカゴカブス戦でメジャー初先発。この2試合の当番で2006年シーズンを終えた。2007年は開幕をトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスで迎え、19試合に当番で防御率5.85だったが、7月は3戦3勝で防御率2.89を記録。球団は17日に オマー・キンタニーやオマイナーへ降格させ、ヒメニスをメジャーへ昇格させた。15試合の登板で4勝4敗、防御率4.28、68奪三振を記録した。ポストシーズンでは0勝に終わったが、防御率2.25を記録した。2008年は、前年のポストシーズンの高騰から開幕からの先発ローテーション入りが期待され、ローテーション入りを果たした。 6月までは2勝8敗と負け越したが、7月以降は10勝4敗を記録。リーグ最多タイの34試合に先発登板し、球団史上、アーロン・クックしか記録していない2桁勝利、防御率4点未満を達成。シーズン終了後の2009年1月27日には4年、総額1000万ドル、5.6年目は球団オプションの契約に合意。 2009年開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは4月終了時点で1勝3敗、防御率7.58だったが、5月1日から9月7日にかけて、球団新記録となる25試合連続6イニング以上を記録。15勝、防御率3.47218.0イニングは、 自己最高となった。2010年は監督のジムトレーシーから前述のクックが2007年から3年連続で務めていた開幕投手に指名される。開幕戦となった4月5日のミルウォーキーブルワーズ戦では6回を1失点に抑え勝利投手となった。4月17日のアトランタブレーブス戦ではノーヒットノーランを達成。回まで毎回のを与えるなど、 立ち上がりは請求に苦しんだが、6回以降は一人の走者も出さない、完璧なピッチングで9イニングを無安打無失点に抑え、4から0の勝利に貢献。球団史上初のノーヒットノーラン達成者となった。4月と5月まで10勝1敗、防御率0.78、ホイップ0.89の活躍で2ヶ月連続で月間 MVP を受賞。5月下旬からは、 球団記録となる33イニング連続無失点を記録。その後は調子をやや落としたものの、オールスター前までに15勝1敗、防御率2.20、ホイップ1.04という成績を残し、オールスターでは先発投手を務める。後半戦は4勝7敗、防御率3.80、ホイップ1.30と調子を落としたものの19勝8敗。 防御率2.88のシーズン成績を残した。これは、防御率、勝利数とも、規定投球回に達した投手の中では、球団史上最良のものである。クリーブランド・インディアンス時代2011年7月31日に、将来の三本柱と期待されている、2009年の MLB ドラフト全体15位、アレックス・ホワイト、マイナーで大ブレークしたジョー・ガードナー。 外野手のマット・マックブライド、2010年の MLB ドラフト全体5位、ドリュー・ポメランツとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2013年11月1日に FA となった。2014年2月17日にボルチモア・オリオールズと総額4800万ドルの4年契約に合意したことが報道され、2月19日に球団が発表した。 オリオールズでは先発で投げたが、自身7年ぶりに規定投球回に届かずにシーズンを終えた。防御率4.81、6勝9敗で負け越し、77死球、ホイップ1.51と数字を落とし、不審のシーズンだった。2015年は、チームの勝ち頭となる12勝、チーム1位の168奪三振を記録。また、2シーズンぶりとなる規定投球回到達。 勝ち越しを決めるなど、一定の復活を見せたシーズンを送った。2016年は再び低迷。29試合中25試合で先発登板したが、防御率5.44ホイップ1.56と、打ち込まれて8勝12敗と負け越した。ちなみに同年、メジャー初セーブをマークした。トロントブルージェイズとのアルホアックでは、リリーフとしてマウンドに登ったが、 ブルージェイズの主砲であるエドウィン・エンカーナシオンにさよなら、3ランを被弾して、敗戦投手となった。2017年も31試合に登板したが、リーグワーストの108次席点を記録し、6勝11敗、防御率6.81と、前年からさらに成績を落とした。オフの11月2日に、FA となった。2018年からの2年間は、 どの球団にも所属しなかった。2020年2月5日に、プロ入り時の古巣であるロッキーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月20日に自由契約となった。その後、9月17日に現役引退を発表した。速球は最速で101マイルパーアワーを計測しており、2009年のタイラ速は、 先発投手として最速となる96.1マイルパーアワーを記録。ありがとうございます。